なんと謎に500円と高かった1本。だいたい300円未満だからな。てことテイク設定。高かったのもデータなしかよーい。このレベルは、リアルにバッティ2個とか感、満載でございます。はい、バッティ3個でした。ってことは当然ね、図鑑の方も。捕まえた数22、そりゃそうだわな。うっぱい嫌な予感しかしない場所。クリア後に戻ってきたのよな。ピンハートじゃねえんだよ、黙っとけ。ストライク、誰かから通信でもらったのに、せっかくもらったのに。なんでプレイ時間14分でやめちゃったんだ、もうちょい頑張ろうぜこんなはずでは。あかんな、今日。やばいな、図鑑完成どころか、全然進んでないデータばっかなんだが。さあ14本目もレッド版、プリンちゃんの歌を聴いてからの。また最初の方の街やんけ。最高レベルも13、終わったな。捕まえた数6て。はい、ということで前回見事に鉄チンチン連続だった。図鑑完成データ引き当てるので、初代ポケモン買い続ける企画。続き、やっていきましょう。21本目からってか右上すいません。1個数字がずれちゃっておりますので、表記プラス1ということで、よかったバッジはすべて集め終わっている模様。おし、まず第1段階クリア、からの手持ちチェックです。お、これはまさにリーグ制覇してやめたパターンって感じの手持ち。最強ミュウツーもいました。てかね、この企画始まる前は大体みんな四天王倒してミュウツーゲットで満足、終了。って感じかと思いきや、初めて見たらまさかの序盤でやめてるデータ多すぎだったというね。それね、そして残念あまりポケモンゲットはしないタイプだった模様。ここまで進めてて34匹だぜ。さあ気を取り直して21本目じゃなくて22本目。押し場所で不安だったがしっかりバッジ全確保済み。そして手持ち、え、一番下にミュウって名前のが、名前だけのパターンもあるが。ちゃんと中身もミュウでした。技は何とも言えない二つ、風起こしと変身って。そして主が大好きな一体、コイキングだ懐かしい。跳ねることしかできません。そしてまさかのバッジ全部集めてて、捕まえた数たった13ある意味最高記録。そしてやはり、図鑑データにミュウはなし、バグ技で出すと図鑑には出ないのか？それじゃあ23本目。初の場所からスタート。四天王との最終決戦の入り口、最後のポケモンセンター。まさかのお名前、サトシじゃなくてシビルさんです。いいですな、相手のライバルの名前をつけていくという。そしてやっぱ、最高のプレイ時間怒涛の114時間以上、来たこれやり込みデータ。これは期待大でございます。おお、一定の方もすごい。バグ技で一気にレベル100にすることができちゃう初代ポケモンですが、そうすると能力はかなり低めに。しかしこのミュウツー、HP も400超えで他の能力もエグい。これは間違いなく正当な育成。これはおそらく主と同じパターンの人かなかな？と、言いますと、育成が好きで、レベル100のポケモンを大量生産のために、四天王100回とか倒しまくり、早速それを確認してみると。第89回殿堂入り。やはり、89回も四天王倒してました、なんか親近感だー。こうなるとボックスの中身も気になるぜ。やはり、こっちにも育成完了の強力なポケモンたちが。ラプラスに乗って海を渡ってみたい。技構成も最強に強いです。来中もレベルマックス100。どうだろうな、主は育成は好きだけど、ポケモン集めは正直そんなだったから、同じパターンじゃありませんように。おお、118匹、惜しい。でもさすがのやり込みデータです。最高140の次、ここまでで2番目に良い図鑑だなこれは。惜し惜し、前回のチーン連続から、今日はなんか良い流れできてるよこれ。御三家は謎にカメールだけゲットしてないという不思議。それじゃあお次、おそらくこの位置で止まってたってことは、通信で他のソフトと交換した形跡。場所は危険な香りだが。なんか名前だけでもうやばいってわかるやつ出たー。ついちゃいけないとこにまで脱線だらけやんけ。ミュウだったーって顔やの名前もエブイー。はい、バグミュウ確定だなこや。通信で友達とかからもらったのでしょう。それか自分のソフト2つで交換したかだよな。ま、まあね、一応バッジの数とか図鑑確認してみましょうかね。
出た。プレイ時間たった13分で終了。せっかく入交換までしたのに。図鑑の方は当然ね。はい、最初にもらった不思議種と合わせてたったの4匹です。他の3体、何をゲットしたのか逆に気になったので見てみたら。まさかのペルシアン、これも絶対交換でもらったやつや。バッチレイコで自力でゲットできるポケモンじゃないからな。そしてカブトテ。からのまさかの図鑑にしっかりニューゲットの印だー。え、マジかなぜ？これまでのニュー2体は図鑑データに載ってなかったのに。すげえ、ちゃんとしたデータ、なんだこの図鑑に載る載らないの違いは。わかる人いたらぜひ、コメント欄で教えてください。てかプレイ時間13分で捕まえたポケモン、ペルシアンにカブトにニューって特殊すぎんだろ。それな、まあでもこういう面白いデータも一丁。ってことで今日最初の大外れかと思いきや、なかなか楽しませてくれた24本目。せっかくなのでニューで1回だけ戦闘。めっちゃ名前呼びにくそうな剣。ここは一撃必殺地割れだ。手で真下バッチ持っていないと交換でもらった高レベルポケモンは言うことしかない。命令無視サイコキネシス炸裂。推し、それじゃあそろそろ、お次のデータに行きますかね。しゃ、なんか今日は良い感じよ。お、また交換してたっぽいぞ。てか多いなここのポケセンマジで。さあなはなはさんのプレイ履歴は。あ、出たこっち系ね。はい、手持ちに御三家がいなくて。親が違うキャタピーから察するに。御三家をメインソフトに送るために使ったサブソフトって感じね。きっとさあ気を取り直して26本目のピカチュウ版でございます。玉無視していた。さてさて、バッジは全角小積みかな。あ、まさかの4つ目のバッジをここに取りに来た途中でやめたパターンか。この辺から楽しくなってくるはずなのにおかしい。そしてピカチュウ版のピカチュウ、冒険の最初からの大事な相棒、もう少し良い名前つけてあげてよ。お名前、赤サタナ、キラキラネームピカチュウ爆誕。当然図鑑もチーンでした。しゃ、今度こそってことでピカチュウ版連続よ。またここかー。そしてとっても微妙なバッジ6個でおやめになってた岩崎様でした。突然ですがここでクイズです。ケスネは一体何のポケモンだ。正解はラブトリオでした。わかった人いる。わかるか東大王でもわからねえよ。捕まえた数は53か。うん、ちょい流れが悪くなってきてしまった。3度目の正直。3連続ピカチュウ版よ。さあ気を取り直して本日ラスト、レッド版でございます。珍しい、赤色していたけど、ここはクリア後にあまり用があるような場所じゃないので。はい、嫌な予感的中、ここで脱落してたパターンでした。いやー、厳しい戦いはまだ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 続きそうっすな。こや、最後にポケモンちょこっと見て終わります。こちらがかの有名な小池さんです。そしてこちらがピッピの進化系のピクシーのお名前はクピさんでした。ややこしいんじゃー。一応ね、捕まえた数は62でしたよ。それじゃあまた次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。